舞台はある田舎町。人生最高の幸せだった。あの男に出会うまでは。お姉ちゃんこれ知ってる？どこで知ったの？これで10件目の不審死か。目的が分かりません。全部偶然なのかも。偶然という点と点を線で結んで勝手に必然だと思い込む。被害者の共通点はあの男を見ていたことだった。何なんだこの男の正体。次は私の番なんでしょ。みんな死んじゃったよ。俺たちずっと夫婦だから。もう無理だよ。未だかつて誰も見たことがない新感覚のスリラーを目撃せよ。ディスマン。